今から内転筋といって腿の内側を伸ばしていきます。まずは四つん這いの状態になってもらいます。この状態から膝だけ外に伸ばしていきます。でお尻の穴は上を向かせて視線もまっすぐです。息をふーっと吐きながらお尻をかかとに近づけていきます。でこの時に猫背になったりしてお尻の穴が下を向かないようにしっかりとお尻の穴を上を向けて上に引いていくような感じです。息を吐きながら行います。吸って戻します。息を吐きながらお尻をかかとに近づけます。吸って戻します。皆様は15回やってみてください。